皆さんこんにちは、くるりの日常チャンネルです。くるりは2020年5月生まれなので、今月11月で生後6ヶ月になりました。最近は少しずつ大人になっているみたいで、変化があったので動画にしてみます。一番びっくりした変化がこれ。皆さんこれ何かわかりますか？わかりにくいんですけども、これ抜けた歯です。最近ソファーとかおもちゃに血がついてることがあって、少し心配をしていました。何日か経って床にさっきの白い塊が落ちていて、生え変わりの時期なんだなって気づきました。ネットを調べてみると、人間だと6歳くらいで歯が生え変わるみたいなんですけども、ワンちゃんはだいたい生後半年ぐらいで生え変わるみたいです。この歯の生え変わり以外にも、例えば体重が結構増えていたりとか、そういったものを見ると大きくなったなぁと感じます。はい、ということで今回は歯が生え変わっているということの報告でした。今回はこれで終了となります。もしよろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまたね。